10円1組のカードを使っていきます。そしたらですね、お好きなところからパッと取り上げて僕にください。はい、ありがとうございます。ちなみに今あなたが何枚ぐらい取ったかなんとなく予想つきます。20枚ぐらい、結構いい線いってると思います。じゃあ取ったところのねカード見て覚えてください。 OK、 忘れないようにねお願いします。そしたらよく混ぜちゃってください。はい、ありがとうございます。じゃあ戻してください。じゃあまたね好きなとこから取り上げていただきたいんですけれども、あんまり多いとちょっとめんどくさいね、若干少なめの方がいいかもしれません。パッとね取り上げてください。そしたら僕後ろ向いてますので、そちら何枚あるかね数えてもらっていいですか。お願いします。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14。 はい、 OK、 じゃあこちら戻しちゃってください。ちなみに、何枚取りました。14。なるほど、14枚数えていってください。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 枚目、選んだカードは何でした。スペードの5、これがスペードの5です。皆様こんにちは、ポーンチです。今日はプロマジシャンでも騙されるようなトリックが気軽に行えてしまいます。最後までお楽しみください。それでは解説ですが、種は薄々お察しの通り、そうです、同じカードを2枚使っております。今回はデュプリケート、同じカードを使ったアイディアのマジックとなります。定番のマジックにこういった同じカードを使うことによって、より簡単により不思議にマジックが行えるというものです。どのようなカードでも構いませんので、同じカードを用意していただいたら、1枚はボトムから2枚目、もう1枚はトップから5枚目にこのようにセットしておきます。この状態でカードを広げてみせますが、ボトムから2枚目だけは見えないような状態で広げます。バラバラないろんなカードがありますねと言って、そしたら好きなところから取り上げて僕にくださいと言って取ってもらいます。そしたらこのまま広げて、大体何枚ぐらいあると思いますかと聞いて、5枚目のカードを軽するわけですね。でこのままお客様と喋りながら一番下に持っていきます。適当なこと話したら、じゃあ分けたところのカードを見て覚えてくださいと言ってこのようにフォースします。カルについて詳しくは概要欄をご覧ください。見てこちらのカードをよく覚えてもらったら、そのまま混ぜていってもらいます。そしたらデッキの上に重ねてもらいます。ここでフォールスカットとかフォールシャッフル入れてもいいと思います。そしたら今度もう一度好きなところからといって、まあ基本的に演者が持ってるような状態で、まあ若干少なめの方がいいと思います。別に何枚でも構いませんが取ってもらいます。取ってもらったらマジシャンはこのような動きを入れます。じゃあ今何枚取ったか数えてもらっていいですかと言って、そっぽを向きながらこのように広げて、ボトム2枚の上にブレイクを取ります。実演はまあプルダウンを2枚でね行っているだけです。そしたらこの2枚をトップに付け加えるわけです。親指にブレイクを移したら上に乗せて、このままカットします。これでスペードの5がここに来た状態となります。お客様がカードを数えてる間に行いますので、全然楽に行えます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15。 今回は15枚でした。そしたらまた上に重ねてくれと言って重ねてもらいます。ここも好みでフォールスカット等を入れてもいいと思います。そしたら今デュプリケートのスペードの5は16枚目にありますので、ここで一度スリップカットを行います。どのようなタイプのスリップカットでも構いませんが、一番上のカードを親指で押さえてこのようにカットしたように見せます。この後にちなみに何枚取りましたかと聞くと15と答えますので、お客様にデックを渡して必ず裏向きのまま15枚配っていってもらいます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14。 そして15枚目から選ばれたカードが出現するというものになります。この手のトリックは非常にたくさんのやり方があるんですが、デュプリケートカードを使うことによってよりフェアに演じられます。デックにはスペードの5が2枚あるような状態になりますので、この後通常のデックに戻したい方はこちらをパーム等で処理すれば証拠隠滅となります。ちょっとだけマジックをやってる人を騙したいとか、より楽にマジックを行いたいという方はぜひやってみてください。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。マジックは何でもありなんで、せこいとか言うのはやめてください。デュプリケートカードを使ったアイディア、これからも紹介していきますので、楽しみにお待ちください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。